さあ、それではこの後スーパーラップは GT500 クラスのスーパーラップが間もなく始まりますが、ここで、エントリーリストをちょっと確認しておきましょう。1番から順にこれスタート順になってます。17号車京浜 NSX はなんとルーキー塚越タイムアタックです。18号車ロックスタードーム NSX は小暮隆、100号車レイブリック NSX は井出裕二、24号車 HIS 近藤 GTR は JP オリベイラ、35号車クラフト SC は石浦博明、8号車 ARTA はラルファーマン、36号車ペトロナストムスはアンドレ・ロッテラー、そして2009年の GT500 スーパーラップ、まあ、最後の最後に登場するのは新内立川雄二、GT 最速男ゼント・セルモが最後のタイムアタックを行うという出走順です。さあ GT500 クラス2009年最初のタイムアタックドライバーは、いやー、これはでもリアルレーシングはびっくりしました。塚越光大に任せました。これはでも由良さん、期待の表れですね。そうですね、彼にいかに期待してるか。でも速いドライバーだと思いますから、はいはい、あっという間に乗りこなすと思いますよ。島さん、はい、どうぞ。あの塚越選手の件ですけども、はいはい、もうテストの段階からですね、お前行けという指示が出てたんですね。そうなんですか。でそれでもやはりですね、あのコックピットに乗り込む直前までちょっとかなり緊張した顔してましたね。そうですか。そりゃそうでしょうね。まあ、キャリアをある程度積んだドライバーでも、まあ、なかなかこのスーパーラップを担当することができないこともあるわけで、したがってこのルーキーイヤーのしかも開幕戦でタイムアタックドライバー、しかもあろうことが一番最初のタイムアタックという形になっています塚越。昨シーズンはヨーロッパのユーロ F3 に参戦をしました。まあ、今 GP2 で活躍をしているニコ・ヒュンケルベルクなどと共にシーズンを戦ったわけですが、まあ、表彰台が2回ありましたけれども、決して芳しいシーズンにはなりませんでした。日本に帰ってきて心機一転のシーズンです、塚越。さあ今最終コーナーを立ち上がってきます。不利が伝えられた NSX が上位8台に多く残りました。さあリアル景品、今フィニッシュライン26秒156というタイムです。1回目のタイムがこの塚越25秒791を出してますので、そのタイムを超えることはできませんでした。さあロックスターが登場しました。カラーリングが変わりました。ホンダワークス18号車ロックスタードーム NSX X ジャパンの YOSHIKI がバックアップについてます。まさにロックスター、小暮隆のタイムアタックです。まあ、最初の塚越がセクター1で20秒8というタイムでした。あ、すいません、19秒6というタイムでした。それに対して19秒345、まあ、一発の速さは文句なく持っているこの小暮が果たしてどんなタイムを出してくるでしょうか。 NSX が従って1台のスーパーラップのうち4台を占めています。今のコーナーの進入から立ち上がりなんか、松浦さんどういう印象ありますでしょうか。いや、すごくキビキビ動いてるなっていうふうに思いますね。あの振りを伝えられてた状況を考えると悪くはない感じなんでしょうか。そう、少し改善されてるんじゃないのかなっていうふうに見えますね。はい、塚越のタイムはあまり出ておりませんので1秒上回りましたが、まだ2台、しかもステアリング握っているのは小暮。ちょっと静観してみたいと思います。ですね、この小暮のタイムが25秒732です。まあ、当然小暮の力をもってすればこのタイムは超えてくるんじゃないかと見ますが、さあロックスタードーム NSX、 さあ今フィニッシュラインを通過、24秒きた、4秒877、いきなり25秒の壁を超えました。やっぱり小暮一発持ってます。まあ、路面の状況が刻々良くなってますのでタイムは上がってくる状況ですけども、由良さん、はい、やっぱ来ましたね。そうですね、当然っていう感じですね。さあそのあたりも踏まえて井出がどんな走りを見せるでしょうか。レイブリック NSX、まあ、とにかくも小暮が24秒877というタイムを出しています。さあセクター1、その小暮が19秒345というタイム、ちょっと遅れました。井出裕二、アトウッドカーブを少しリアをテールスライド少しだけさせながら立ち上がってきました井出です。
セクター1は若干小暮れに置かれました。まあ、なんといってもこの人は元 F1 ドライバーです。外側から突っ込んできます。そして下りながらのテクニカルセクター、またこの先のセクター2のタイムにちょっと注目です。55秒台後半です。どうでしょう皆さん、これは伸び悩みですね。伸び悩み、井出は1回目で25秒683というタイムです。で今置かれているのは24秒8という小暮の素晴らしいタイムに対する遅れです。まあ、小暮が良かったという方が正しいのかもしれないですね。はい、5秒台の前半が見えてる感じですが、さあ井出裕二3台目のタイムアタック、レイブリックは25秒の中盤です。25秒511。ちょっと自分の前回の予選のタイムとほとんど変わらないですね。そうですね。さあカラーリングも若干変更が施されました。24号車の近藤レーシング、ただ1台の GTR、 したがってこの24号車に日産のプライドが乗ってます。 JP オリベイラが今タイムアタックに入りました。19秒台というのはセクター1でタイムは出ています。さあ JP、 セクター1でどんなタイムが出るでしょうか。コーナーリング性能抜群のこの GTR、19秒423、コンマ1秒ありません。はい、これは更新する可能性があるタイムですね。はい、 GTR は松浦さん、この後の後半のテクニカルな部分は強いと見ていいんですね。そうですね、特に最終セクター、はい、いいと思いますよね。はい、まあ、ここまでのインフィールドもうまくスピードを稼いで、特に、まあ、GTR 陣営が得意と公言しているマイクナイトから最終コーナーに入りたいところです。さあどうだ JP、 ほんのわずか、ほぼイーブン、うなずきました近藤監督。さあロックスタードーム NSX とほぼイーブンのタイムできました JP オリベイラ。さあ踏んでいけるか。そうですね、ここは得意と言っています。外側いっぱい、そして鋭角にコーナーを立ち上がってきます。ターゲットタイムは小暮が出した24秒877。さあ HIS アドバン近藤 GTR、 JP オリベイラ上回ってトップに来た。 GTR がごぼう抜き、ホンダ3台をごぼう抜きです。日産おそらく無線を通じて近藤監督 JP オリベイラにねぎらいの言葉をかけています。24秒台の争いに突入しました開幕戦岡山。ホンダ3台をごぼう抜きにした GTR、 残された4台のうち今度は前3台はレクサス SC が入ってます。その先陣を切ってさあ若き石浦クラフトが行きました。2007年の GT300 のチャンピオンタッグが2年ぶりに GT500 で再現されました。パートナーは、まあ、若い大島、その大島に対して1年の GT のアドバンテージを見せたい石浦がタイムを凌駕してきた。早いね、早いですね、ほんま2秒。コースをいっぱいいっぱい使って走ってますよね。はい、まあ、石浦自身フォーミュラー日本も今シーズン参戦2シーズン目となります。まあ、いろんな意味でこの石浦もまた目に分かる結果を出したいと語っての2009年シーズン。これ相棒の大島君もフォーミュラ日本に出てるんですよね。あ、そうですね、結構すごい、すごいコンビですよ。はい、さあトヨタヤングドライバーズプログラムの期待の若手2人がコンビを結成しています。いやコンマ4秒だ、早い、これは相当早い、立ち上がりの蹴りがすごくいいですね。ちょっと場内どよめいてます。そして近藤監督も今のタイムを見てちょっと世話しなくなってきました。さあ守れるか GTR、 上回るかレクサス、若き石浦、いやいやこれは自分の皮を一皮むこうという走りなのか。石浦博明開幕戦のタイムアタック、レクサス陣勢の先陣を切った石浦が来ました。早い早い、24秒257、これは早い、早いですね、これはいいタイムだね。コーナー立ち上がりのフロントの残りがものすごくいいんですよね。フロントが最後で逃げないんで、はい、ハンドルを戻した状態で踏んでいけるんで、多分
車の蹴りがいいっていうか、車が前に進んでるように感じますね。はい、